豊原企業局ゲーム事業部でございます。はい、ということでやっていきましょう。てか、無限ワットはなくなっているのだろうか。ちょっとタウンマップということで、まあちょっとまあ検証していきましょう。あ、ちょっと砂嵐だね。じゃあまあ適当にまあ願いの塊投げましょう。ということで、まあ検証していきましょう。みんなで挑戦をして、まあいつも通りまあやってみて、日付と時刻でまあインターネット合わせるまあオフにして、まあ22日ってことにまして、どうだ？おお、無限ワットできましたね。いや、対策されてるって、まあ、アップデートされて、まあ、対策されてるっていう、まあ、説が、まあ、有力だったんですけど、まあ、このこと、まあ、無限ワットのこと、運営してな、知ってること、知ってないはずがないと思うので、やっぱり今、このリゼマラできるっていうのは嬉しいですね。ということで、それではまあ無限ワット検証ってことで、それではまた。